排気 EM1 マーク2のセンサーですが、右側の矢印のところに、汚れ傷を見つけました。そこで、クリーニングペーパーと、クリーニング液で、ふわっと拭いてみたら、右側の汚れのようなものは取れず、拭きムラなどで汚してしまいました。やっちゃいましたねー。どうしましょう？今後について、1、このまま使い続ける。2、もう一回クリーニングに挑戦する。3、カメラの北村にクリーニングに出す。4、メーカーに修理に出す。メーカー修理費3万ぐらいかかるらしいので、できれば避けたいですねー。